今年上半期に日本市場に輸出された木材製品のうち、チップとペレットの2品目が特に高い伸び率を記録しました。商工省によりますと、日本市場への木材及び木材製品の輸出額は今年上半期で1億3500万ドルとなり、前年同期比で若干減少しました。そうした中、木材チップとペレットは大きく数字を伸ばしました。具体的にはチップが輸出額3億1650万ドルで前年同期比で 5.5% 増、輸出総額の 38.94% を占めました。ペレットの輸出額は1億9110万ドルで前年同期と比べ 27% 増加しました。商工省によりますと、日本ではチップやペレット燃料とする火力発電所が多いことから、今後日本におけるこうした素材の需要は増加すると予測されます。現在ベトナムはアメリカに次ぐ世界第2位のペレット生産国、輸出国となっています。